こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2020年の9月5日、2時間近く過ぎてしまいました。時刻は1時47分です。はい、現在の枝コインはですね、ついに来ましたね。9.996、10円を切りました。まさかの10円切り。6% 下がってます。昨日も 6% ぐらい下がってたんですね。はい、まさかの10円切りです。このチャートですね。はい、ここ落ちてきて、まあね、10円、まあ一瞬切ってたみたいですけど、で、また上がって、ここまで来て、今ね、ここのヒゲも、買い反発してるんですけど、また落ちてきたということで、9.96 あたりをつけてますね。はい、すごいことになってきました。まあ、ここでね、反発してこう来て、ちょっと強いから、まあ、下に行きそうな、まだ感じですよね。はい。日足でもちょっと見てみますね。はい、こんな感じ。3日間ここで止まってたんですね。10円と11円ぐらいで。うわ、本当に来ましたね、ここまでね。本当に来ました、本当に、ここまで。まさかここはないでしょう。まあ、来たら嬉しいと言ってたけど、すごいですね。こんなになっていくんですから、まさかの。まさかの。ここはないでしょうね。まあ、ここまで話をするのはちょっと無意味かな。3月ぐらいですか、2月ぐらいかな。はい。2.5 円ぐらいつけてね、なんじゃこりゃって僕言ったんですけど。ではですね、ツイッターの方見に行きたいと思います。はい。今日はいきなりですけど、ゆうたさんのね、テレグラムの方に先に来ちゃいました。チャールさんの動画が昨日出てまして、すごい、なんていうの、全般的に振り返ったような動画で、すよっていうぐらいのちらっとね見た感想だけ雰囲気だけ喋ったんですね。英語何言ってるかっていうのが細かいことまで分かんないので正確にお伝えできなくて、はい。でゆうたさんがね、例によって、日本語でね概要を出してくれてますので見に行きたいと思います。で、これ YouTube ですね。チャールさんがいつもの部屋で喋ってます。で、中身ですけども恐ろしい市場ですと。マクロの視点で話しましょう。クリプトはユニークな現象です。これは、非常に狂った時です。数ヶ月前を見ると、すべてのアセットはそこに行きましたと。その時私は前へ進む時だと言いました。今ではそれより前向きになっています。フリー産業は死につつあります。既存の金融は死につつあります。コロナで何年も本来は生み出すにかかるはずのお金が簡単に印刷されましたということですね。はい。これは一体何のために税金を払っているのかという疑問を投げかけます。実際のサプライは関係ありません。どれくらいお金を印刷できるかです。というのが今の現状ということですね。これが私たちの世界です。マイナス利子率、ハイパーインフレ、お金が欲しければ印刷しましょうという考え、問題だらけです。韓国の取引所が政府より閉鎖されました。これはさらに閉鎖される可能性がありますと。ヘルスケア産業、サプライチェーンをさらに良くするワイオミング政府にブロックチェーンを提供しようとしていますと。これはチャールさんたちがやっていることですよね。私たちはもう古いシステムに使われました。新しいシステムが必要ですと主張しています。私たちがそれを解決しないなら多くの人が倒れるだけですと。はい、ブラック・ライブ・マスターとマルクス主義の件もそうですと。ちょっとここ私はちょっと分かんないですけど、一体何の人が家族を養えるだけの余裕がありますかと。そんなにないのはなぜですか。それは既存の金融システムが失敗したからですと。ジェフ・ベソスが2000億ドルを持ちますが、これは不景気でも関係ありません。しかし多くの人々は生活に困りますが、毎年資産額はインフレにより減少しています。私たちは数学から始めましたと。私たちは産業として勝ちます。これは一切疑う余地はないと思っています。クリプトは世界を飲み込みます。投票も金融も財産も政策も政府により歪められていないオープンで透明で公正な数学に基づくシステムが必要で、そのチャレンジですと。やっぱここがね、我々が今体の追っかけている理由の一つだと思いますね。はい。この動画で伝えたいのは、なぜ私がここにいるのか、なぜあなたがここにいるのかですと。あ、今言った通り、ここですよね。ここを、まあもちろんね、短期的には、生活資金が欲しいとか、お金持ちになりたいとか、僕的には欲しいとか、いろいろあると思いますけど、このクリプトが世界を飲み込んでいって、投票も金融財産も政策も政府により沈められない、オープンで透明な公正な数学に基づくシステムっていうのがね、広がっていくところを見ていきたいということだと思います。でですね、ここ、トロールをして回る人々が重要なものでも、市場が重要なのでもありません。重要なのは、私たちがやることの目的の背後にある原則です。あなたは社会にお金に政府に未来に満足していますか ?2011 年ではイベントをやると言って、私ともう一人の人がそれに応募し、もう一人の人は結局現れず、
私は一人でコーヒーを飲んでいました。シェリーサミットはどうでしょうか。1万円になりましたと。こう言ってる時のね、チャールズさんの表情がね、すごい、なんだろう、感慨深いというか、大変だったなというか、俺もまあ頑張ったかなみたいな感じで喋ってる雰囲気がね、なんとも言えなかったですね。はい、いかに産業の成長が早いかです。これが我々が勝利する理由です。誰が自由と支配への抗議を議論できますか。非常に冷淡で冷笑的な人々と、何かを変えたい人々との差です。そうですね、一応絵だかっていうと、ここにこっち側に含まれているというね、そのなんか自己満足感みたいなのがありますよね。多くの企業や銀行や政府は冷笑的です。政府が金融政策でこれ以上何かできるとは思いません。我々は政治ではなく経済で世界を変えると信じていますと。はい、5年前ではお釈迦だった PAP プルーフォービューステークが今では稼働しています。ゼロ知識証明はあらゆる側面で急速に進化しています。レイヤー2も発展しています。今月には国家にも拡張機能がガバナンスを展開可能です。多くの層の投票により驚くほど優雅に人々の知識を結集し合意に至れますと。素晴らしいですね。はい、お金持ちがますますお金持ちになり、貧しい人が貧しくなる、ひどい金融システムを受け入れますか。我々はそれに本当に怒っています。ファドを撒き散らしている人々をと狂ったマーケットがいます。政府がどうであろうが、技術、我々は、今日より明日は良くなりますかな。そして世界はより、少し明日は良い日になります。今日は大変な日です。何か良いことを始めましょう。構築を始めましょう。マルチアセットもプルトラスもすぐやってきます。今日からビジネスプランを考えていきましょう。ブロックチェーンベースの投票をあらゆるところで導入していきましょう。これいいですよね、やっぱりね。はい、これ素晴らしいと思います。本当に辛い日ですが、より良い明日を作っていきましょうということですね。はい、素晴らしいですね。まあ、いつもチャールズさんで、ね、見てるところがもう一緒なので、同じようなこと言ってますけど、やっぱりこの具体例がね、どん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 本当にリアルになっていくっていうところが、またね、進歩というか、すごいなと思いますね。はい、で次にチャールズさんですけど、If you have to ask government to fix your cryptocurrency, then you are going it wrong ということで、おそらくこれ政府に、あなたのクリプトカレンシーっていうことは、イーサリアムクラシックのこと言ってるんですね。なんか直してもらうとか助けてもらうということですかね。だとそれは良くないよということだと思います。こちらに記事があるんですけど、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、ここでハッシュレンタルプラットフォームの、施行と規制を追求するイーサリアムクラシックラボということで、はい、ちょっと長いんで下の方だけいきますと、まあ、51% 攻撃にあったということに対して、イーサリアムクラシックラボとそのパートナーは悪意のある攻撃を行ったり助長したりするものに対する法的措置を含め、イーサリアムクラシックネットワークを保護するために必要な全ての措置を講じます。イーサリアムクラシックラボは現在関連する管轄区の当局と協力しており、より多くの情報と進捗状況の更新を間もなく共有しますということで、こういう法的措置を求めるために、こういう金融というかな、関係の当局にいろいろお願いしていったということに対して、チャールさんがあまり良くないんじゃないかって釘を刺しているみたいな感じだと思います。でね、それ率をいいとされている方も、そんなことやめてくださいよって、ゴーゲンがうまくいったらもうね、イーサリアムクラシックなんかもう終わりなんだからっていう感じでツイートされている方もいますね。はい、あと最後にですね、カルダノネーションという方で、Some of our favorite include ということで、これティッカーで、ステークプールのね、紹介を、ちょっとこの方ね、どんな方か詳しくは存じ上げませんけど、確か、プールもね、やってる方だと思うんで、その方が、このように、いいプールをね、紹介しています。で、こちらは、私もね、ほとんどテストネットで見覚えのある、ティッカーなので、しっかりしたところだと思いますので、検討のね、一つに加えてもらえればなと思います。もう1ヶ月経ちましたからね。はい。では値段に戻ります。あ、また戻りましたね。10.12 円です。14,012.9×10.12 で元本が10万円ですので、41,810円。はい、だいぶ小さくなりましたね。41.8% のプラスです。
今日もご視聴いただきましてありがとうございます。台風来てますのでお気をつけください。失礼します。